どうもこんにちは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。もうすぐロト6なので、それについて話したいと思います。僕が予想した数字が、1つ目が6、16から6っていう桁違いで、2つ目が15か、1つ違い、3つ目が16、引っ張りで、4つ目が、21、桁違いで、5つ目が32、引っ張りで、最後が42、1つ違い。続いて2口目。1つ目が5、2つ目が6、桁違いで、3つ目が、11か、桁違い。4つ目が15、1つ違いで、5つ目が21、桁違いで、最後が32、引っ張りやな。それで一口目、来るんじゃないかなって思ったのが、6と、16、6、16、21がなんか出そうな感じがする。続いて二口目は、6と、どれかな。二口目は難しいな。6と21ぐらいかな。自信があんのは。だから、当選するんだったら一口目かな。二口目はあんまり自信がないから。特に、自信があるというか、出るんじゃないかなって思ったのが、16と21かな。ここは出そうな感じがする。前回が2つやもんな。2つ一致で惜しかったから、今回何個一致できるか、また数字離れるか、それか当選するか。結構ロト6って数字離れることが多いから、近づいたと思ったら数字が離れるっていうことがよくあるから、どうやろう。まあ、とりあえず、この2口で今日何個一致するか確認したいと思います。それでは次は8時半ぐらいに当選結果報告したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。